さて、じゃあ次はですね、昨日届いたこいつを取り付けていきたいと思います。あ、風があるね。支えてるブラケットにくっつく感じですね。カウルトの位置関係は大丈夫なんだろうか。あ、な、ボルト入ってたな、そういえば。説明書の類は一切ないんだな。さてさて、こうでしょ。同時に外して大丈夫なのか、これ。これでしょ。これを外して。
ここまではいいな。こっちが問題だ。サイズは14か。最後は面白いよ。とて簡単に取れておこないか。取れた。でこれがここはワッシャーいらねえのか。こうなるわけだ。なるほど。そしてあ、なんだあるじゃん。ワッシャyou
出てこない。今度は。どっかのワッシャー一個間違ったかな、じゃあ。全然違う。裏表のはっきりしてますよね。よいしょ。
そしてネジ山ダメになっちゃった。そう、厄介だ。なんで吸って入んないの。ついてた方のナットは何がいけない。ボルトがいけないのか。あー、ボルトか。ネジ山が傷ついちったんだな。切り直すか。今日はね、一家に一台誰でも持ってるダイスというですね、ネジ山を立てる工具を使って、これ何？ M12？ M12 っぽいね。ぽいとか言ってないで測るか。10だ、10、どれ M8M9、 あれ10は987、あ、ここにくっついてるやつ、これだ。10、はい、これで虫をですね、さらに直してやれば、でもスッと入るようにならねえ。なんでならない。ならない。なんで、どういうこと。こんな時はですね、このタップという工具を使って、こっちか。削れていいのか分からんが、ずいぶん削れたな。これでスッと、ほーらほーら、死んだな。こっちはちゃんと入るのにね。ちょっとご用意してるけど、まあいいや。やっぱり一家に一台タップとダイスのセットは用意しておくに限るね。よし、 OK。
始めたらいいのかわからん。これで、まあ、ここはエンジンを守ってくれる、おそらくラジエーターも ブレーキキャリパーも当たらないかな。あんまりこうデザインが損なわれない感じがいいですね。一応色もなんとなく近いし、ブレーキキャリパーもこれがあることで守られればいいね。まあ大丈夫でしょう。ということで、これで一応、オイル、ブレーキフルード、チェーンオイルさして、タイヤはとりあえずこれで走ってみようかな。ちょっと心配だけど、こんな硬いタイヤ。でもこことか新品なんだよね。で、油が浮いてないし、減りもそんなにない。ここのところも角が立ってる。角が立ってるよ、これ。どのぐらい使ったタイヤなのかな。まあ、4年で直射日光に当たってなければいけんじゃねえかなっていう気がするんだよね。それで焦げたら目も当てられないっちゃそうなんだけど、一応もう次のタイヤは注文しましたんで、まあ、それに変えるっていう手もあるんだけど、もうとりあえず一回このまま行ってみようかなって思ってます。以上、これで390デュークサーキット走行バージョンの準備 OK となります。